皆さん、こんにちは。ジャッカルの読み上げです。大きくて、とても重い箱が、宅配で届きました。8月に注文した、FC 東京と AK レーシングのコラボサイズです。味の素スタジアムのベンチにも使用されているものを、なんとサイズにしちゃったという製品です。この、ゲーミングサイズを、今日はジャカが組み立てていきます。ちなみに、ジャカは、蝶がつくほど、不器用なので不安しかありません。ちなみに、宅配を受け取ったジャカの母は、早く持って行きなさい、と、騒いでおりました。ジャカは、切れる老人と言っていましたが、あんなでかい、箱を一晩居住スペースに置かれたら、若者でも切れると思います。さあ、ジャカ母が怒り出す前に、とっとと2階へ運びましょう。重くて持てないので、階段を転がしていきます。中身が心配ですが、仕方ありません。2階まで持って、いや引きずってきました。早速、箱を開けていきます。箱を開けると、燦然と輝く FC 東京の文字。箱の中身はこちらの通り、背もたれ部 FC 東京のエンブレムが、かっこいいです。エンブレム変わっちゃうかもしれないけど、続いてザブ、クッションが座った時の圧力を分散して、長時間の使用に耐えられそうです。そりゃ本田翼もこの椅子なら18時間ゲームするのは納得です。そしてヘッドレストと腰のあたりにつけるランバーサポートです。座椅子なのにヘッドレストがついてるのはゲーミング座椅子ならではですね。色はチームカラーの淡赤、 PU レーザー生地で見た目もかっこよく、お手入れも簡単そうです。きっとジャカのお菓子の食べかすも簡単に処理できます。その他、固定グリップにネジとレンチ、サイドカバーと組み立て用の軍手がついてきます。それでは組み立てていきましょう。まずは、背もたれ部のネジ、左右4箇所を取り外します。ジャカの手つきがいきなり不安です。ザブと背もたれパーツを、所定の位置にセットして、ネジで固定します。なかなか、ネジが、はまらないようです。やっと入りました。固定部ザブにプラスチックカバーを取り付けます。ジャカはこのカバー付けも苦労していました。不器用なジャカは苦労していますが、普通ならもう組み立て終わってると思います。ヘッドレストを付属のクリップで取り付け、ランバーサポートは背もたれ部とザブの隙間にバンドを通し背面で固定します。ついにFC 東京 AK レーシングコラボ座椅子が完成しました。ちなみに制作時間は2時間でした。ジャカじゃなければ1時間ぐらいで完成すると思います。1週間ジャカが使用してみましたが、クッションの硬さがちょうどよく、確かに長時間使用しても苦になりません。配信やゲームの時だけでなく、くつろぐ時にも使っており、 CM 通りどんな時にも使える座椅子。最近ジャカの定位置になりつつあります。お値段はかなり張りますが、お値段以上の出来だと思います。現在は販売されていませんが、再販の可能性もあるので、よろしければぜひご購入ください。ご視聴ありがとうございました。